どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。スタッフの細江です。堀です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、今日ちょっと机の上に草履とセッタの方を並べていただいてますけども。そうですね、はい。城太郎さんのところのね、セッタ草履ちょっと大変人気だというふうにお聞きしているので、はい、特徴とかそのあたりをご紹介いただきたいと思ってるんですけども、はい、このかかとの部分ちょっと自然に後ろから城太郎さんがまずじゃあね、堀さんの目の前にある、ね、お草履から、はい、お草履からいきましょうか。レディースのお草履です、うん。まあ、サイズが S、M、L、うん、揃ってます。はい。で、まあ、ちょっとご覧の通り色デザインがあって、はい。まあ、少量生産で、うん、もう本当こう繰り返しデザインが変わっていくんですけど、はいはい。まあ、他にもたくさんある中で3点出してます、うん。なるほど。めちゃくちゃかっこいいですよね。デザインがちょっと違いますよね。本当かっこいい、毎回かっこいいですし、うん、まあ、デザイン性が高いんですけど、はい。まあ、形もちょっとスクエアタイプ、うん、なかなかまあちょっと珍しいと思います。はい。小判型が一般的というか、そうですね、多いんですけど、これは先生 の、 思いもありまして、はい、ちょっとスタイリッシュに仕上がるっていうことで。なるほど。でスクエアタイプなんです。メンツもそうですね、うん、こちらね、はい。です。まあでデザイン重視なんで、まあ、いろいろデザインあるんですけど、はい、このタイプは帯生地を貼り付けてます。あ、そうなんですね。はい。あ、過去あれです、特集しましたね。あ、これもしかしてじゃあ岩佐さんの。そうです。あ、はい、そうなんですね、はい、以前ご出演いただいた、はい、そうなんです。あの時私も初めて知ったんですけど、はい、生地の柄をちゃんと合わせている。あ、なるほどなるほど、おっしゃってましたね。はい、こだわってるような、うんうん、シリーズですね。これもそうです。結構でも横から見てるとなんかカーブの曲線がなんか特徴的なのかなと思うんですけども、うん、そうですよね。ちょっとパンプスっぽい形で、うん、なんかちょっとかかとがこう下がってるので、はい、ここが本当にもう足に馴染むというかフィットする、うん、で履いてるうちにもう本当に自分の足にこうフィットしてくるので、はい、すごく履きやすくて、皆さん履きやすいってもう評判がすごくいいです。そうなんですね。なんかね、実際結構カーブがもしかしたら最初きついのかなと思ったんですけど、意外とそんなこともなく全然ですね、馴染みやすいっていう形ですか。私結構本当に足がすぐ痛くなるタイプなんですね、うん、はい。で過去いろんな草履をいっぱい履いてきたんですけど、うん、はい、リアルにここのが一番楽でした。どう違いました？ちなみに、まあ、私の足に合ってるのかもしれないんですけど、うん、はい。まあ、でも硬さもちょうどいいし、うんうん、あと、まあ、重くない。重くない、うんうん、あ、意外とじゃあ軽やかな。そう、すごい軽いってことではないんですけど、うんうん、重くない、1日が楽ですね。なるほど。長い時間やっぱ履いてるとより実感しやすいっていうところですかね、うん、でも重要ですよね、そのあたり。なんかデザインが良くてもやっぱり履きにくかったら意味ないと思いますし、うん、デザインも良くて履きやすいっていうので本当におすすめというか、うんうん、そう思います、はい。ね、ちょっとやっぱり今横が見てるとやっぱ、はい、レディースの方ね、やっぱすごいデザインがそれぞれやっぱ違うの特徴的ですよね。そうですね、うん、でこの島ボタンのやつとか、はい、手前のやつはパイソンですかね。なんかそうです、そうです。かかとの部分が、はい、かかとの部分が切り替わしでね。そうなんです、切り替わっていて、はい、これが結構後ろ姿にすごい映えると言いますか、うんうん、うち結構お客様見送るんですよ。はい、ありがとうございます。お店とかでね、はい、いらっしゃったお客様とか、でそのお客様の後ろ姿が、はい、やっぱキラッと光りますよね。それが光ってるのを見て、うん、あ、やっぱりかっこいいなと思ってお見送りしてます、うん、なるほどな。結構履いてるその本人ご本人様もそうですけど、はい、周りの方もすごく草履って見えるの で、 そうですよ、ね、やっぱりいい草履履いてるとすごくなんか、あ、素敵なの履いてるなって感じます、ね、やっぱおしゃれ足元からって言いますからね、はい、ついついやっぱそこにね目がいってしまいますよ ね、 で、 すね。では続きましてね、メンズいきましょうか。細江さん。そうですね、メンズのセッターも本当にかっこいいです、うん、本当にまあこのちょっと代表的なというか、はい、まあ、ちょっと2つ持ってきたんですけど、はい、このまあ、特にセッターのこの巻きのところうん、こうやっぱり柄が入ってるので、はい、それぞれ城太郎オリジナル の、 セッタになりますし、うん、あと城太郎先生のこだわりはこのつま先のところがすごく細いというか、はい、そうですね、低くしてるので、うん、ここがすごいスタイリッシュでかっこよく見ていただけるポイントかなと思います。
って、なんか堀さんもさっき言ってましたけど、はい、すごい履きやすいですね、やっぱり。履きやすいですよね、やっぱりね。うん、メンズのセッタもすごい履きやすいですし、うん、あとは、ちょっとまあ、後ろですね。はい。後ろもちょっと丈太郎のロゴが金色に輝いてかっこいいんですけど、はい、ここのかかとの部分の自然に後ろが丈太郎さんが。ロゴ紹介してたら先生が、おうおう、そんなハプニングが。ちょっと待って。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ございます。まあ、スタッフ紹介ね。そうですね。セッターをやってくれてるのね。セッター通りを今紹介してます。ちょうど丈太郎のロゴの今話してましたね。ちょうどね、すごいこだわって作ってるんでね。はい、お願いします。登場だったんですね。結構さらっと。ありがとうございます。スペシャルゲスト、そうですね。で、まあ、ちょっと後ろの、そのまあ、ここのゴムですね。レディースもそうなんですけど、ここのゴムの交換が、こうできるので、そうすると長く、愛用していただけますし、あとここ分かりますかね、ちょっと3つ丸があるんですけど、あ、はいはい、あ、レディースもそうなんですね。そうなんです。ここ実は滑り止めになってまして。なるほど。はい、ちょっとこれがなかなかいい仕事をしてくれるんですけど、この親指の下がこの大きい丸ですね。そうですね、一番力かかるところですね。そうです。はい、なるほど。まあ、特にね、先の方が結構細いからこそ、なるほど、なんかより力がね、そのストッパーとして、そうですね、一番力が入るところなのかなと思いますね。なのでこの辺りもちょっと履きやすさにすごいつながって、なるほど、なっときますね。見えないところにもね、ちゃんとしたこういった配慮がそうですね、されているのが特徴ですね。はい、結構足音もかっこいいです。実際歩くと、はい、結構やっぱその辺りね、お客様も実際履いてみると実感できるところですよね。履いて気持ちいいとか、ね、足音とかね、はい、さばきの音がかっこいいっていうのはね、嬉しいですよね。そうなんです、めっちゃかっこいいです。ちなみになんかメンテナンスとかってなんかあったりされるんですか？はい、メンテナンスは、まあ、うちお求めいただいたセット通りは、うん、ちょっと鼻緒とかもこう緩くしたりとか、はい、きつくしたりももちろんできますし、はい、あと先ほどちょっとお話ししたこのかかとのこのゴム交換も、はい、まあ、有料になるんですけれども、はい、お持ちいただければ新しいものに取り替えが、なるほど、できるので長く愛用していただけるかなと思います。いいですよね。実は僕もね、丈太郎さんのセッターを、ありがとうございます、セッターをずっと長く使いさせて、本当におっしゃる通り長時間入ってもやっぱ足疲れないのでね。そうですね、そのあたり本当に結構脱いだ時にやっぱ実感することもあって、はい、足が全然疲れてないなっていうのが特に着物着てるときは感じるので、うんうん、ぜひこのあたりね、デザインだけじゃなくてね、履き心地っていうのもね、見せて、そうですね、試していただきたいですよね。はい、本当におすすめです。うん、一度お店へご来店いただければ、はい、まずご試着というか、うん、履き心地試していただいて、ちょっと見ていただけるので、はい、ちょっとまだ初めての方だったり、気になる方いらっしゃったら、ぜひお店来ていただければなと思います。そうですね。ちょっとやっぱり、はい、出たいという方が一人いらっしゃったので、登場していただきたいと思います。どうぞ。あ、まさか。はいはいはい、登場しました。何ですかこれ。はい、まさかです。皆さんこんにちは、斉藤丈太郎です。よろしくお願いします、丈太郎さん。はい、今日ねちょっと草履とセッターの特集をしてたんですけども、うん、はい、まあ、改めて丈太郎サイトでね、まあ、デザイン性の高いこの草履セッターを、ね、なぜこういうふうにご提案してるかっていうところを最後ちょっとお伺いしたいと思うんですけども、まあ、僕とはね、もともと着物を作っているところではあるんですけれども、はい、やっぱりこれからスタイルの提案という形で、やっぱ足の先からね、うん、半襟ぐらいまで本当に提案しないと満足してもらえないと。で、特にお草履は、うん、まあ、洋服でもそうですけどね、おしゃれは足元からという割には、はい、世間で売ってるもの、ご用意されてるものっていうのは、まあ、ごく普通のものしかないので、うんうん、よりこうクールでね、都会的でおしゃれなものを僕たちが提案する必要があるんじゃないかということをね、強く思って、なるほど、いうことからスタートしたのが、この、ね、僕が手掛けた造りなんですけれどもね、うん、まあ、でも基本的には本当に昔ながらの基本のセッターね、造りの、はい、ディティールを踏襲しながら、うん、まあ、どういうふうに新しくしていくかっていうことに、まあ、これもねトライしているというか、見たことない造り、うん、形は見たことないっていうんじゃなくてね、形はベーシックだけども、今ようにこうちょっとエッセンスを振りかけるというか、うん、そういう感じの造りになってます。なるほど、はい、ね、本当にコレクションのたびにね、うん、高さがね違う造りもあったりとか、うん、ね、切り返しの部分とか、そういうちょっと見えないところとか、あえて見えるところにもね、うん、いろいろとこう
こだわったりされてるのが今日ちょっと印象的だったかなと思いますので。そうです。ゾウってね、うん、脱ぐとね、脱いでこう上がるとき並ぶんですよね、はい、その時にちょっとおこの人のゾウリやっぱり違うなっていうものがあるとね、うん、またよりこう素敵かなというふうに思いますね。ぜひねちょっとお店にね、はい、試着していただきたいですね。そうですね、はい、ぜひ見に来てください、ね、はい、今日はちょっとお三方ご声援ありがとうございました、はい、ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。はい、どうもです。